はい、こんにちは。ゆかりチャンネルです。ですね、今日はね、KFS さんから出ている秋のメロディーというシリーズの系統を紹介していきたいと思います。この間もね、この前も系統を紹介したと思うんですけども、その後に何だったかな、インスタグラムかツイッターの方でこのシリーズの存在を知って、秋のメロディーという系統が発売されたそうです。で、編み地を見たらとっても好みで、なんか久しぶりに言ってもこの間も気に入った系統を買ったばかりなんですけどもこれはね、絶対買わないと後で後悔すると思って今回購入しました。それをね、紹介していきます。で、どの色も捨てがたいというか、捨てるって言い方はいかんね。1玉1500円で8玉全て1玉ずつ購入しました。もう少し減らそうかなと思って、どの色をやめるか、どの色は絶対外せないかってすごい悩んだんですけども、外せるものがなかった外したくなかったです。で、1個ずつ紹介していきます。まあ他の方もやられてると思うのでざっくりいきますね。ボロボロボロとか何回系統買ってんだよって感じでいきますよ。もうね、こうラベルもね、すっごい可愛くて超気に入ってね、もうこれはね絶対買いだと思って購入しました。はい、では1つずつ紹介していきます。あ、余談なんですけど、こちらのこれ私高校時代から仲のいいお友達で一緒にパッチワーク通ってるんですけど、何年か前にねこの巾着をいただいて、ここにチョコが入ってて、すごいちっちゃくてこれ可愛くてすごいお気に入りなんです、この巾着。この間オパールでも編んだんですけど、布は布でねとても可愛いの。ちょっとしたね、こうやって飴とかを入れとける、カバンに入れててもかさばらなくてでも可愛いです。これクリスマスにもらったので思い入れがあるんですね、これはいはい、では行きますよ。まずね、どうしようかな。こちら秋のメロディーのこれがラベルですね。ラベルはみんな一緒なのかな、一緒ですね。そして色番です。そしてジャンコードです。これが秋のメロディー「太陽」。秋のメロディー「太陽」って書いてあるのかわかんない。書いてないと私どれがどれかわかんないな。太陽って感じで本当にね、情熱的な色が入ってます。なんか森とか太陽とか光、炎みたいな感じの色合いですね。はい、これが太陽です。どれがどれか私わかるのかな。はい、次こちら色番です。これが編み地になりますね。そしてジャンコードです。これが11123紅葉って書いてありますね。紅葉って感じの色なのかな。なんかどっちかって言ったら水色と緑が多いので、この辺が紅葉の色ってことですかね。ちょっとわからないですけど、水色とグリーン、黄緑、ブルー系、グリーン系の糸で赤と黄色がところどころにこう混じっています。はい、次いきます。はい、こちら色番とジャンコードです。これはね、キノコという名前です。秋のメロディー、この色すごく好みですね。落ち着いた色ですけど、ところどころグリーンとブルーとなんていうの、黄土色っていうのか、茶色、編み地はこんな感じになるそうです。かわいいね。もう癒されるね。はい、こちら。これなんて名前かな。はい、こちら色番と編み地です。で、ジャンコードです。これは落ち葉です。秋のメロディーなんですけど、もう結構冬ですよね。寒いです。落ち葉、落ち葉のイメージ、私のイメージとはまたちょっと違うけど、ピンクとグレー、ブルーグレー。薄いクリーム色っぽい黄色、パープルかな、パープル、ピンクとグレーが結構しっかり入ってて、ところどころイエローの色が効いてるという感じですね。これははい、次いきます。お、綺麗な青です。水色に近いかな。はい、色番と編み地です。そしてジャンコードです。これが11121なので朝霧です。あ、これは霧っぽいのでなんとなく覚えやすいかな。ブルー系の色にところどころベージュっぽいブラウンが入ってて、グレーの濃い色が少し入ってますね。グラデーションでちょっとずつこう薄いブルーから濃いブルーになっていってますね。これも可愛いですね。はい、次いきます。一番最後に私が気に入った色を出します。はい、次はこちら。はい、色番いきます。色番と編み地です。こちらジャンコードです。これがね、フルーツティーだそうです。はい。なんかそうですね、フルーツティーって感じですね。ブルーベリーとかグレープとかそんな感じの色味。ね、ブルー、紺、紫、ブルー、ベージュ、ちょっと薄いピンクみたいなのが編み地に入ってます。これもね、すごい編み地見たんですけど、すっごいね綺麗なパープルが入ってて、この写真よりももうちょっとはっきりした色味だったと思います。はい。次いきます。これがなんだろうね。これはタコなのこれ。タコって読むのかな。タコだね。タコなんだ。はい、こちらが色番です。こちらが編み地ですね。そして。ジャンコードです。タコ、秋のメロディー、秋、タコなんですかね。この名前とそのあれがちょっとよくわからないですが、タコだそうです。タコをあげる空ってことかな。結構ブルーとグレー、スカイブルーみたいな色が入ってるから、やっぱ空をイメージしてるんですかね。グレー、スカイブルーでグレーのグラデーション、濃いグレーにこのスカイブルーが時折出てくる感じです。でもこれ編み地になったらすごく可愛いかもしれない。使いやすい色かもしれないですね。はい、次いきます。これ最後ですね。もうこれが欲しくてもこのシリーズを買ったと言っても過言ではない。この色がすごく好きです。はい、こちら色番がこちらです。編み地はこんな感じ。はい、そしてジャンコードです。これはマロンです。これすっごく色味が可愛くて、もう一目惚れしたのはこの糸ですね。これをもう少し買いたかった。黄色といってもコメディの黄色よりは全然薄いです。淡い。私はなんかこれが落ち葉っていうイメージなんだけど、これはマロンだそうです。クリーム色とイエローとで、時折このブルーがアクセントで入ってますね。オレンジとで濃いイエロー、ベースは薄い黄色、ベージュ系の黄色が入ってます。これね、かわいい。ほんとこれね、もうかわいいしか言葉が出ない。マロン、私が気に入ったのはこちらマロンです。はい、で毛糸はこの8玉で以上です。1玉1500円を8個買いました。で今ちょっとね、隣のおんちゃんで編んでいるスパイラル編みのリストウォーマーですね。こっち片方できました。これね、結構伸び縮みがやっぱりするので、この斜めにラインが入ってくってことで、表4の裏2でこうずらして5段6段ごとにずらしていってます。かわいい。で今もう一つ編んでいます。どれぐらいかな、段数考えずにやって柄も合わせてないので、あとどうだ、あと5センチぐらいは編まないといけないですね。でこちらちょっとメルカリで購入させていただきました。かわいい。これは隣のおんちゃんを使って編んでいます。これすごい可愛いんだよね、この糸。はい。で編んでるものもう一個いきますね。こちらなんかこれオバキューのリップケースを編んでみたんですけど、ウェーって感じで、もう冬の新作ですね。毛を3本にしようと思ったんだけど、ちょっと3本にしたらすごいかわいそうな頭になっちゃったので、ちょっともうちょっと増やしました。ウェーって言ってるんですよ。でリップは私のいつも使っているニベアのこのベージュの、多分メンソレータムのリップも入るし、印鑑を入れてこうやって名札とかにね、胸ポケットにぶら下げれるようにキーホルダーもつけてみました。これどうですかね需要があるかわからないんですけどあまりにかわいそうな感じになっちゃったので、まあ、コメントいただけたら嬉しいです。感想などお待ちしております。はい、では今日はまた購入品紹介なんですけども、秋のメロディーを全色買ってみたという動画になりました。福袋もね、湯沢屋さんの方でちょっと注文したものがあるので、お正月はそちらも楽しみにしていきたいと思います。はい、なかなか編む時間が取れないですが、試作等ができてないので、新しい、編みぐるみや小物等ができていませんが、個人で楽しむ分には少しずついろんなものを編んでいます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。まいちゃん、ギターも頑張るよ。